エンテベに来ました。アフリカってハードルちょっと高いじゃないですか。来てしまえばあ全然来れるじゃんってやるしかないと思って今だ。人生なんてきっかけ一つ、 JICA 海外協力隊。ウガンダのエンテベに来ました。テバレコヘリニャリャンゲンゼゼアリスムリムチャ。私が子供の頃からアフリカの野生の動物がすごく好きで、アフリカってハードルちょっと高いじゃないですか。来てしまえばあ全然来れるじゃんって思うし、やるしかないと思って今だ。その場で食べれるの。人生なんてきっかけ一つ、 JICA 海外協力隊説明会開催中。純粋に好きな国だなと思いました。まあ、多分私はまだ数日間なので、こう多分いいところしか見てない可能性は高いと思うんですけど、なんかそれでもあのウガンダの皆さんの明るさフランクさがとにかく素敵だなと思って、結構海外ロケ来てもやっぱり言葉の壁っていうのがあるので、私はあまりこう現地の方とお話しする機会って少ないんですけど、ウガンダの方めちゃくちゃ話しかけてくださってなんかあーとかって、ね、なんか困りながらも返すと、それでもすごくこう話してくださったのがとても印象的で、なんかそれにまず初日とにかく救われたのが大きかったですね。割とこの JICA さんの関係のお仕事で、その子どもたち、現地の子どもたちと触れ合うっていうこともやってきて、やっぱ国ごとに差はやっぱりすごくあるなって思ったのは確かに大きかったかもしれないですね。学校に行くとか動物保護何かこう携わるとかっていうのをよくやるんですけど、やっぱ国によって全然違うので全てが新鮮ですね。わーすごい、ウガンダの神社に来ました。グッドモーニング。グッドモーニング神社。トゥトゥフォー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 。という間でした。まあ、いろんなこと学べるんだろうなと思って今回ウガンダ来て、まあ、ついて、まあ、スケジュール的には、ね、なかなかこうギュギュッとした2日間だったんですけど、まあ、大変ではあったはずなのに、その毎カット毎カットとにかくいい刺激がたくさんあって、純粋にその時間を楽しむことができたので、あもうこう最後ここかっていう感じで、それが今数日間続いたって感じです。ということで本日の撮影以上となります。皆さん2日間お疲れ様でした。CM をご覧の皆さん、広瀬アリスです。今回の CM では前回の大変に続き、 JICA 海外協力隊の魅力をこのアフリカで私が新人隊員になりきって伝えています。私も活動を体験した際には新たな出会いや発見ばかりで、前回の隊とは違った経験ができ、常にドキドキワクワクした時間を過ごしていました。海外で新しいことを挑戦するのは勇気がいることだとは思いますが、皆さんにも活動を通じてこのワクワク感や自分自身に起こる変化といったものを楽しんでいただければと思っています。また隊員の皆さんには2年間という活動期間に日本では経験できないことをたくさん経験でき、これは JICA 海外協力隊だからこそできる経験だと思います。人生なんてきっかけ一つ、今の自分をどこか変えてみたい、ワクワクすることに挑戦してみたいと感じている方にとって少しでも一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。それではウガンダで撮影した新 CM をお楽しみください。広瀬アリスでした。あ
っという間でした。なんか、まあ、いろんなこと学べるんだろうなと思って今回ウガンダ来て、まあ、ついて、まあ、スケジュール的には、ね、なかなかこうギュギュッとした2日間だったんですけど、まあ、大変ではあったはずなのに、そのマイカットマイカットとにかくいい刺激がたくさんあって、純粋にその時間を楽しむことができたので、あもうこう最後かっていう感じで、それが今数日間続いたって感じです。はい、やっぱ動物とあれだけ近い距離で接することができたりとか、あとやっぱ子どもたちとちゃんと会話をするっていうことができたことが今回大きかったかもしれないですね。なかなかあの体験することができないので、やっぱ普通に生活してると純粋にパワーをいただきましたし、とても印象深かったですね。純粋に好きな国だなと思いました。まあ、多分私はまだ数日間なので、こう多分いいところしか見てない可能性は高いと思うんですけど、なんかそれでもあのウガンダの皆さんのなんていうんですかね、明るさフランクさがとにかく素敵だなと思って、結構海外ロケ来てもやっぱり言葉の壁っていうのがあるので、私はあまりこう現地の方とお話しする機会って少ないんですけど、ウガンダの方めちゃくちゃ話しかけてくださってなんかあーとかって、ね、なんか困りながらも返すと、それでもすごくこう話してくださったのがとても印象的で、なんかそれにまず初日とにかく救われたのが大きかったですね。もともとはなんかどういうイメージとかありました？なんかまあ自然がとにかくたくさんで、もうなんか自然地が多いみたいな感じのイメージでした。もちろんそれはあるんですけど、でもまあ今回学校とかも行かせていただいたりとか、まあ、協力隊、まあ、隊員の方々、現地の隊員の方々といろんなこと体験して、いろんなこと話したり、まあ、活動を直接見たりとかして、本当に一生懸命な方が多くて、で少しでもこう今の状況よりもっともっといい風にしていきたいという気持ちと思いっていうのがとにかく伝わりましたね。個人的にやっぱずっと引っかかってるのは、まあ子どもたちの勉学だったり貧困問題と、あとまあ動物ですね。もともとそこにも興味があったので、で今回まあウガンダに来ていろいろこう現地で直接自分で見て感じたのは、もっとこう若い人たちとか子どもたちが、勉強ができる場所っていうものを増やしたいなと思いました。いろいろ話を聞いてて、女の子が、ね、体育の授業をするっていうのは今まで ほぼほぼなかったというか全くなかった。で今回日本の海外協力隊の渡辺さんという方が授業の先生として、体育の先生として、男子女子ともにこうダンスをやったりとかして、それが革命だっていうふうにおっしゃってて、私たちって多分体育って普通だったじゃないですか。それが普通じゃなかった瞬間をやっぱ今回の現場で味わったので、やっぱどの国の子どもたちも平等にこう勉強が受けられるような、なんかことをなんか手助けできたらと思いましたね。割とこの税関さんの関係のお仕事で、その子どもたち、現地の子どもたちと触れ合うっていうこともやってきて、やっぱ国ごとに差はやっぱりすごくあるなって思ったのは確かに大きかったかもしれないですね。だから国が違うと、なんかこう似たようなというか、学校に行くとか動物保護何かこう携わるとかっていうのをよくやるんですけど、やっぱ国によって全然違うので全てが新鮮ですね。はい。
CM をご覧の皆さん、広瀬アリスです。今回の CM では前回の大変に続き JICA 海外協力隊の魅力をこのアフリカで私が新人隊員になりきって伝えています。私も活動を体験した際には新たな出会いや発見ばかりで前回の隊とは違った経験ができ、常にドキドキワクワクした時間を過ごしていました。海外で新しいことを挑戦するのは勇気がいることだとは思いますが、皆さんにも活動を通じてこのワクワク感や自分自身に起こる変化といったものを楽しんでいただければと思っています。また隊員の皆さんには2年間という活動期間に日本では経験できないことをたくさん経験でき、これは JICA 海外協力隊だからこそできる経験だと思います。人生なんてきっかけ一つ、今の自分をどこか変えてみたい、ワクワクすることに挑戦してみたいと感じている方にとって少しでも一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。それではウガンダで撮影した新 CM をお楽しみください。広瀬アリスでした。ゼアリスムディムティア。お願いします。加藤さんThank you.
おはようございます、よろしくお願いします。ベランダの神社に来ました。ベランダの神社に来ました。はい、OK いただきました。ということで、本日の撮影以上となります。皆さん、いかがお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。